ケンタウロスケンタウロスとは、キリシア神話に登場する、半人半獣の種族の名前である。馬の首から上が人間の上半身に置き換わったような姿をしている。イクシオーンとヘーラーの姿をしたクモネペレートの間に生まれたとも、その間の息子であるケンタウロスが牝馬と交わり、生まれた種族とも言われる。テッサリアーのペリオンさんやアルカディア、エイリスなどに住んでいたが、 テッサリアーのケンタウロスは、ペイリトスとの戦争で住処を追われて、ペロポネイソス半島南部のマレア岬に移動したとも、言われる。公職で酒好きの暴れ者だが、中には、羊の異なる者がおり、彼らは野蛮ではない。クロノスとピリュラーの息子ケイロームは、医学の祖とされ、医術の神、アスクレーピオスをはじめ、アキレウスなど数々の英雄を教育した賢者として、知られ、 また不死であった。シーレーノスとトネリコのせいであるニウンペイの息子、ポロスも人格者である。ケンタウロス族は戦いにおいてしばしば弓矢や、槍、棍棒を使うとされる。星座のいて座は弓矢を持った姿から来ている。ケンタウロスではなく、サチュロスとも言われる。フランスリヨンのテトドール公園内にある、セネトーレスイホンオギュスタンクルテ作。 珍しい女性のケンタウレス像であるダンテの新曲、地獄編第12曲では、生前、人を敷いたげた暴君たちを、地の川に置いて懲らしめる国卒の役目を果たしている。ダンテとウェルギリウスは、ケイローンと言葉を交わし、ネッソスに道を案内してもらった。カッシート時代、中アシシリア時代の印象をドゥル、ヘレニズム時代のバビロニアのスタンプ印象には、 ケンタウロスの模様が刻まれていることがある。バビロニアにおけるケンタウロスの模様にはサソリの尻尾が付属しているものもある。ケンタウロスの女性系であるケンタウレは紀元前後世紀の画家ゼウクシスが考案したとされるが神話文学における裏付けは存在せず芸術作品としても若干数である。ケンタウロス像の起源は東方の騎馬民族であるスキタイ人と戦った。 ギリシア人が彼らを怪物死したものだという説がある。すなわち、ケンタウロスは、常話文化を持たない者が、騎馬民族を見て、怪物と見間違い、生まれたのではないかというわけである。ただし、この説は疑問視する意見も多い。また、ケンタウロスという名前の語源は、牛殺しがという説がある。また、ケンタウロスは、お牛をかけ集める者の意のであり、 テッサリアに住んでいた原始の牧府の集団がモデルではないかという説がある。ケンタウロスとラピテイス族の戦いピエロディ、小島が1500年から1515 15年頃。ありがとうございます。